静岡放送。静岡放送株式会社。静岡放送は、静岡県を放送対象地域とする、ラテ県営の特定地上機関放送事業者である。略称は SBS。ラジオ、中波放送、AM 放送は JRN と NRN のクロスネット局。テレビは JNN に加盟。テレビのリモコンキー ID は、6。 系列の静岡新聞と共に、精神 SBS グループを構成している。ニュース名称は、静岡新聞ニュース。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出典。筆頭株主は、静岡会館、静岡新聞社と静岡放送の本社や、静岡新聞放送会館の管理会社。静岡新聞社としての出資比率は、あまり高くない。 太字の番組は同時ネット。それ以外の番組は時差ネット放送。リモコンキー ID は6で人口250万人を上回る道府県に本社を有する JNN 系列局で唯一6を採用した放送局である。また、リモコンキー ID を6に採用した JNN 系列局では TBS に次ぐ視聴人口を持つ。2011年7月24日。 運用終了時点。放送時間、午前5時翌午前3時台。日曜日は午前2時台放送終了。制作局と放送時間が異なる番組のみ期日。制作局の表記がない番組は、テレビ、東京制作、アナログ放送時代には、平日の午前11時台など一部時間帯で、県西部向きに一部の CM を差し替えていた時期があった。 SBS ラジオから誕生したアナウンサーユニット。通称はキャスタードライバー。関連会社 SBS メディアビジョンに所属。テレビリポーターも兼任。突起なき人物はソウルにね、を担当。静岡放送では番組制作部門として長らく報道制作局のもとに制作部と報道部を置いていたが2010年頃の気候改革で 報道部門を報道局として独立させ、報道部は情報セターと名称も変更、制作部は編成局と統合し、編成制作局の下部組織となっている。元静岡放送アナウンサーのパーソナリティについては過去に在籍していたアナウンサーを参照。SBS ラジオでレギュラー番組を持っていた芸能人、ラジオ単独で使われたものも多い、 社屋は、静岡新聞社と一体化されており、本館、高さ68メートル、新館、工術のほか、静岡新聞社の制作センター棟一部、静岡放送の部門や、共同通信社静岡支局も、入居などからなる。本館には当初テレビラジオを合わせて3つのスタジオが、あった。A スタジオはテレビ用、B スタジオはラジオ用、そして、 ワンマンスタイルの穴ブース8つで構成されたし、スタジオも、ラジオ用、収録主体ではあるが、ラジオの静岡新聞ニュースでも、仕様として使われていた。さらに1983年4月には、定時ニュース、すなわち、静岡新聞ニュース用として、報道部フロア内にデイスターを新設し、それまでアナウンサーの顔出しがなかった定時ニュースが、顔出しで放送されるようになった。なお、 副調整室はなくスタジオ設備は、主聴制室内の創室宅、いわゆる、マスターサブから駆動されていた。しかしその後、報道部フロアが手狭になったなどの理由から、D スタジオは撤収され、新たにオープンスタジオが、同フロア内に設置された。その後スタジオ改修と再編が行われ、ラジオスタジオは1992年、本館6階に、スタジオアルファー、アルファが新設された。 それまでラジオの名、スタジオであった B スタジオは、しばらくの間録音用して使われた後、1996年秋には、テレビニュース用へと改修され、新館、放送センター完成まではここから、SBS テレビ有観、気になる、ニュース最終便が放送された。さらに C スタジオは1999年4月に4つの、スタジオへと改修された。そのうちつは、スタジオミュ ニューと名付けられ、先行して稼働していた、スタジオアルファーと同等規模の生、放送対応スタジオアル。他3箇所はこれまで、同様の、C スタジオ群であるが、機材はすべて更新された。2001年10月、新館、放送センター完成、稼働に伴い、テレビスタジオも再編が行われた。テレビ主聴性室が、新館に移り、新たに、G スタジオ、 約106坪が完成。機材は A スタジオから一部を移設。メインスタジオは新館に移る。本館のテレビスタジオも再編され、A スタジオは新たなニューススタジオに変更した。サブは B サブを使用。B スタジオにあったカメラなどの機材を A スタジオへ移設したため、B スタジオはこの時点で通常運用を中止するが、パーマネントセットが残されていたことから、 CM 撮影やインタビュー収録用に使われることもあったという。そして2006年6月には、新館の情報センター内に新たな N スタジオが完成。これをもって、テレビの放送機能は完全に新館放送センターに移る。なお、AAB 両スタジオともに現在は、すべての常設機材が撤収されており、スタジオとしてのスペースのみが残されている。 社屋内には健康診断や人間ドックが受診できる公益財団法人 SBS 静岡健康増進センター旧静岡健康管理センターがあるため風邪、発熱などの軽疾患の場合でも出社し診察を受け勤務化を判断している関係者以外の受診も可能であるまた本社17階にあったスカイレストランバイロンは2012年5月17日に タイタコーポレーションが運営する新レストラン、展望王を展望へと変わった。この他の特色として、現社屋完成当時は、社屋内に銀行や結婚式場もあった。各住宅メーカーの商品、住宅を実際に一堂に見比べることができるという、画期的なアイデアで始まった。1971年第1号の静岡展示場が、ラジオ、 本局送信書敷地内に開設した。2007年現在は、静岡県内に11カ所の展示場を持つ。そのうち静岡、三島、掛川、浜松と三塚の4カ所は、ラジオ送信書敷地内に併設された。富士マイホームセンター開設時、現在は、同市内別所に移転しているには、その当時人気大絶頂だった、走れ、1 0 0の放送終了直後であり、 放送で実際に使われた、k 1や、主人公を務めた大主劇者などが来てのサイン会を行った。静岡市の寸布公園、現、寸布城公園で1972年から1999年の8月に、静岡放送及び、静岡新聞社の主催で行われたイベント、郷土芸能や歌謡ショーなどがあった。ちゃんのエピソードにも取り上げられるなどして、 静岡県民に広く親しまれた。また、同名のフェスタは、ママツ、フェスタ沼津も行われていたが、こちらも現在は行われていない。2017年、静岡新聞との共同で、グループのキャッチフレーズを付加した、ちょうど S フェスタ静岡として8月18日から20日に開催した。2010年実施の第11回大会から、 それまでの静岡市町村大抗駅伝から名称変更された同年5月10日の実行委員会で決定された平成の大合併の結果静岡県から村がなくなったことが理由楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください